九百七十七年の上優別駅と、周囲約五百メートル範囲。下が、遠軽方面。駅舎横内よろ側に、貨物ホームと引き込み線、駅裏に副本線、さらに、なよろ側から、駅裏の機構上へ短い引っ込み線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上優別駅は、かつて、 北海道門別郡上雄別町あざとん連市街地に設置されていた北海道旅客鉄道よろ本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。1980年まで運行されていた急行・テントの停車駅であった。所在地名より、雄別川の上流に位置しているために上を冠する。 廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては千鳥城に設置された二面二線の単式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった対向ホーム側の一線は交換設備運用廃止後も円軽法の点鉄機は維持され、 即線として残っていた。ホーム前後の線路は、点鉄機の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、ホーム北側に接していた。旧上優別町の中心地にあった。2001年時点で、駅跡地は整地され、駅があった痕跡は残っておらず、駅跡の一部には、 町営住宅が建築されていた。2011年時点でも同様で、さらちになっていたが、付近の道路には、上流別駅前通りの名が残り、駅前にあった倉庫群も残存して、駅前の雰囲気は残っていた。ありがとうございます。